深澤先生、8年間の長期連載お疲れ様でした。ねえ、すっごい良かったよ。まだ20代なんだって。ちぃにご飯あげた？あ、ごめんあげて。今日私、牧浦先生と深夜まで打ち合わせだから。ちぃ。あ、はい、おっぱいはお任せですね。プロの漫画家さんなの？聞いてるよ、遊んでばっかで全然書いてないって。こんなのが売れてることに危機感持てよ。深澤さんはいつも売れてる漫画を絶対認めようとしないから。認めねえよ。何が面白いとか何が売れてるとか、そんなもんに一喜一憂する生活もううんざりだよ。お願いベイビー、わかんないで。漫画どちらかというと嫌いかも。一緒に行きたい。仕事なめてんじゃないですか。学生の時から何も変わってんの。あなたが漫画を描き続ける限り死ぬまで一人ぼっち。君は何も分かってない。英楽さよさん、中でもリンですよね。リンのあの選択、あれは誰にも読めなかったと。レンのことですか？レンだよ。レン、すいません。